ヒメツバメウオカは、スズキモクスズキヤモクに所属する魚類の分類群の一つ。ヒメツバメウオなど、主に沿岸から奇水域にかけて生息する、低生魚を中心に二属六種が含まれる。加盟の由来は、ギリシア語のモノスとダクタローズから。ヒメツバメウオカは、西部太平洋からインド洋、アフリカ大陸西部にかけての温暖な海に分布する。 二族六種からなる小さなグループで、日本では南西諸島の沿岸にヒメツバメウオ族の一種が生息するのみである。シュータ族の二種はオーストラリア南東部の沿岸及び寄水域に固有である。ヒメツバメウオ類は主に沿岸の浅い海で生活するが、河口などの寄水域にも進出し、しばしば大きな群れを形成する。さらにヒメツバメウオ族の仲間は、 時折河川を遡上して、純粋な淡水域で生息することが知られている。食性は肉食性で、小魚や無脊椎動物を捕食する。本家魚類は干渉魚としても利用される。淡水、海水のいずれにも適応できる、飼育の容易さから、水族館だけでなく個人のアクアリウム用としても人気がある。 一しくが平たした、左右に平べったい体型を持つ。体色は銀色を基調とし、最大で全長30センチメートルほどに成長する。体高は高く、一部の種では体長を上回る。背びれは一つで、規定は長く、鱗に覆われ、5から8本の短いトゲ状を持つ。尻びれの規定も長く、トゲ状は3本。背びれと尻びれは、 体の後半で向かい合うように位置し、南上部はほぼ上下対称に伸長する。秘密場面魚族は、稚魚の時点では腹気を持つが、生魚では消失あるいは痕跡的となる。一方、シュータ族は、生魚も、腹気を持つ。秘密場面魚族の鱗はくし鱗であることが多いが、シュータ族は、縁鱗であり、また後者は外浴上骨を呼び、 内翼上骨の歯を欠くなど、両族には、形態学的な相違点が多い。このため、周太族を独立の都ガとして扱う見解もあるが、現在は、暫定的にこの位置に置かれている。ヒメツバメウオ。日本に分布する、本科魚類としては、唯一の種。未成魚は頭部に2本の黒い横島を持つ、ヒメツバメウオカには、 ネルソンの体系において二族六種が認められている。ありがとうございます。